はい、どうもおかげです。今日はちょっと久々にマイライフやってみたいと思います。まあ基本的にね、パワーって飛ばしてるんですけど、今日本シリーズ、3勝1敗で、勝ち越してます。あと1勝したら日本一になれるということで、こっからオフシーズンをやっていこうと思います。まあ契約更改ぐらいまでかな、契約更改でキャンプぐらいまでまあできたらいいかなっていう感じで、やっていきます。まあじゃあちょっと軽く能力とか見てみ、振り返ろう。久々だからね、能力がやべえな。165キロ AA、タイピン J もここら辺はもうすごい。ジャイロボールだし、対左はあんまり良くない。打撃もすごい。守備もうちょっと上げたいな。守備さえ上げたらあとはもう神プレイヤーになれるんで、あとミートか B なのか、ミートも上げるか。で、そんなもんかな、見せるっていうと。あとまあこんな感じ、年俸は8億4000万。今日本ハムで、一応いろんな球団に行ってるんですけどね。もうコロコロ球団変えてるから、ジャイアンツ、ライオンズ、ホークス、マリーンズ、スワローズ、バファローズ、カープ、ジャイアンツ、カープ、イーグルス、タイガース、スワローズ、イーグルス、ファイターズということで、あとどこだ、ドラゴンズとパ・リーグは1、2、3、4、5、あと1球団どこだ。やべ、パ・リーグのあと1球団が思いつかねえ。ソフトバンク行ったでしょ。西から行こう。ソフトバンク、オリックスで、次がライオンズ、ライオンズ、マリーンズ、ファイターズ、1、2、3、4、1、6球団いるわ。パ・リーグいるんだ。あと、ドラゴンズだけか、あとドラゴンズで制覇か。全部。タイガース行ってるよね。あとドラゴンズだけで12球団制覇ということで。じゃあ、なりきりプレイでやろうかな。今日はね、打撃だけで、打撃というか野手として出ますね。奥井くんがジャイアンツにいる。もともとジャイアンツだったから奥井がジャイアンツですね。で、うちに二刀流二人いんだよね。鶴井と高梨っていう二人の二刀流がいるんです。それも俺は、その日に、今日知ったね。今日久々にちょっとマイライフつけたら、あれ、こんな選手いたんだと思って。ミートがでけえな。ミートがでかいんじゃ。OKOK。久々だな。やべ、久々すぎてちょっと打てるかな。パワープロやる、操作するのが久々だからね。基本的にね、やっぱオーペナーとかやってると操作をしないんで。牽制多いな。打たしてくれ、打たして。ゲッツ。危ねえ。ゲッツなるとこだった。1打席目は凡退と。今日で優勝決めたいからね。俺のバットで優勝を決める。内野安打。2打席連続凡退と。4番が全然打てないチーム、このチームですが、勝っております。4番が打たなくても勝てるチームっていうのがやっぱ一番いいチームだから、知らんけど。ここで一発ホームランぐらいね、せっかく動画撮ったんだからな、打たないとな。落ちろ、落ちない。 全く打てないな。もうちょっとタイミングを早くしたいのかな、タイミングが遅いのかな。いや、でもタイミング合ってんのか、ちゃんとうまく捉えれてないのか。タイミングは全然いいんだが、あとは捉えるだけ。やっぱロックオンつける。ロックオンつけたことあんまないからね。逆にロックオンって難しいのかもしれない。3割4分5厘33本101打点なんだ。そうだ、成績見てなかったな。やばい、ノースリーやめてくれ、ファーボールやめてくれ。もう全部振りに行くつもりで。そうだ、成績も見ようか、後で。おい、優勝です。日本一。この後は契約更改ぐらいかな。いる、高梨目立つな、めっちゃ目立つな。あれ、監督誰、これ誰なんだ。噂はか、監督は噂はですね。優勝ということで、鶴井がホームラン打ってます。二刀流鶴井、優勝した日に監督に怒られた。優勝した日ぐらいいいじゃん。もうファン90人も減ったし、優勝したのに。シャンパンファイト、いけい。監督に行こうぜ、監督に。コーチは攻撃、監督も攻撃だ。
噂はいけ、あ、待ておっしゃった、全然また噂はじゃなかった、噂はコーチだったっけ、いけ、うわー目が、又吉が監督やってんだね、日本ハムの。あ、そうだ、誕生日なんだけど、ビールかけした後に嫁の誕生日っていうね、ビールかけの後に嫁の誕生日行くやつすごいな。そう、成績、あ、でも成績はあれがあるのか、なんだっけ、契約更改の前になんかシーズンのやつを過ごしますみたいなやつがあるんで、そこまで飛ばそうかな。よし、ここまで来た。シーズンを振り返って良かった点、悪かった点をおさらいしよう。ミッションクリア。ミッションってなんだっけ、何のミッションだっけ。あ、打点で貢献しろか。100打点かな、打点で貢献しろって。そうですね、ここでちょっと成績を発表していきたいと思います。首位打者最高出塁最多勝、最終防御率最多奪三振、日本シリーズ MVP、 沢村賞最優秀選手ベスト9、ゴールデングラブ、すごい、すごい解いてる、取ってるタイトル。誰だこいつは、誰だこいつは。後で成績見るか、成績見してなかったからね。ミートをあげたいです私は。はい、4割バッター、目指せ4割を目指して、あ、さ、契約更改です。契約更改ってこんな感じだったっけ、こんなすぐぬるっと契約更改いくんだっけ。伊達で貢献しろはクリアです。 5% 上がります。年俸は予想は7億ちょうど、7億4550万。惜しい。なんでダウンなの、まず。なんでこの成績でダウンって意味わかんないだろ。交渉しよう、交渉。あ、成績はこんな感じですね。防御率 2.03、381、30勝13敗。勝率が低いよね。まあ、投げてる回数も多いから、登板44登板。中3日だからね、基本。いや、成績は3割4分5厘。ホームラン33本、打点101。得点圏で打ってるな。得点圏打率。対左左率とかどうなんだろう。長いな、これ。もう何年やってんだ。2割2分9厘。どうなの、そこら辺がいいのか悪いのかよう分かんないな。得点圏打率。おい、得点圏打率。3割8分。OK、1000万。背番号も26。まあいいか、26でいいや。あとは OPS とか結構忘れてるみたいだしね。OK、忘れてた。1000万だろう。OPS1 超えてるでしょ。1.126。あとは何でしょう。あと何が、よう忘れてるやつは何だろう。盗塁成功率が高いのかな。書いてないの。あ、8.82か。そんなにだな。得点圏打率打ってる。満塁打率は、満塁全然打ってないな。対左は3割3分5に、そんなに打ってない。あと何にしようかな。よく忘れてるのって何なんだろう。難しいな。何にしようかな。三振とか。三振とか少ないかな。あ、しっかり差してんね。ありがとうございます。年俸下がった。防御率2.2万。チーム防御率、え、チーム防御率、あ、そうか、今投手兼任コーチやってんだ。打撃の鬼、本塁打打点を獲得する打撃の鬼。トレードしようぜ、トレード。契約更改はこんな感じでした。あとは、オープン戦まで飛ばしていくのかな。いや、もうこれ行くか、このまま行くか。こんな感じですね、シーズン防御率。すごいな。8勝0敗 0.88 で。あ、一時期4割も打ってる時期もありましたね。もうね、このチーム、トレードはしなくていいか。ちょっともう一回このチームでやって、次 FA で行ってないドラゴンズ行こうかなと。そういう感じでいいのかなっていうふうに思っておりますが、じゃあここでこの動画は、終わりたいと思います。それじゃあ、見てくださった皆さん、ありがとうございました。またちょいちょいマイライフもね、ちょっとやって30年回していきたいと思うんで、また見てください。バイバーイ。